うすうすとも平和少年です。これは、後付けの講義になります。これは配信、僕が配信、ライブ配信中に起きた出来事でございます。まずこちらをご覧ください。臭いところで。はい。このピッチャー小平の場面です。さあ、やばい。逆転してるからいいでしょう。グッバイ。さあ、グッバイされました、ホームラン。See you later! さあ、これでね、防御率がね、高くなりました。そして ここです。See you later! 2打席連発。やばい。まだまだ終わりません。実はこの人やばい。しかしここ、サードゴロ。2連打だ。ここで小平が調子を取り戻します。See you later とか言ってるけど、そんなに結構悔しい。そこでデッドボール。結構最悪な出来事。さあ、ここで相手代打。のんきで See you later とか言ってるけど、小平は力強い投球を投げるが、この変化球 See you later 代打で2段ホームランを浴びてしまう。この3ホームランで2点差になってしまった。その後チームは小平はデッドボールをまた浴びさせてしまい、ピッチャーを加えて小山にスイッチし、このまま勝利。小平の3連打、3連打すみません、失礼しました。小平のホームラン3連打、ホームグロして、これはとても予想外で下線の状態であった。